日本関東地方茨城県森谷市の儀崎、上層環境センター前、乃木崎は茨城県森谷市の地名。旧北相馬郡焼崎村。郵便番号は302-0117。森谷市の南部に位置する。利根川の右岸に位置し、地域内には上層運動公園がある。東は大河市は、西は大木、南は柏市、船戸、北は緑と接している。 住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、乃木崎屋座、翔太郎久保線154番1の地点で2万1700円、平方メートルとなっている。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。森屋市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。モコバス地域内には、新山、佐藤クリニック前、 野木崎郵便局入り口、大野小学校前、角川、下手前、峰林草入り口、根崎、大野橋、スポーツセンター前、白樹草の11つの停留所がある。かつては以下の路線バスの停留所が存在した。路線バスは廃止後は当地域に、森屋市、コミュニティバス、山百合号が導入され、停留所が増えた。また、山百合号に代わる、新コミュニティバス、 おこバスの導入によって、路線バス時代は1日10本程度であったバスが4倍へと増加している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、平成29年の人口上住人口町長、別、森屋市、2017年8月24日閲覧、市外局番の一覧、総務省、 2017年5月29日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、ありがとうございます。